油圧計は内燃機関や回転機械、油圧機器などにおいて、潤滑油や作動油の圧力を指示する計器、測定器である。自動車、オートバイなどの内燃機関を搭載するもののうち、潤滑油の圧力が特に重要な意味を持つ車両に装備され、操作者が現在の潤滑油圧を把握するのに用いられる。以下では特に、自動車、オートバイの油圧計に関して記述する。 また、油圧警告等についてもこの項に記述する。エンジンにとっては、油圧はその車両の適正な走行条件や、潤滑油の適正な潤滑性能を左右する重要な要素である。多くの潤滑油の場合、油温と油圧は反比例の関係にあるため、油温の上昇はそのまま油圧の低下に直結する。油圧を把握しないまま走行を続けると、 過大負荷による油温上昇とともに油圧低下を招き最悪の場合は潤滑性能低下によるエンジンの破損を招く場合もある。逆に極端に油圧が高いまま走行を続けるとオイル配管の破断など重大なトラブルを招く恐れもある。走行中の油圧の急激な変化、特に油圧の喪失は潤滑系統の重大な異常を示すものであり、 エンジンの状態を示す指標ともなるため、現在では多くの車種に何らかの形で油温計もしくは油圧警告等が搭載されている。計器としての単位は、キログラム、平方センチメートルであるが、純正装着品の場合文字盤には、異常な油圧上昇状態を示すレッドゾーン表記と、完全な断気完了及び適切な油圧を示す、中間ライン。 油圧喪失を示す加減ラインの表示以外に数字は記載されていない場合がある。一般的には油圧計上限部分が 6kg 平方センチメートル前後、中間部分が 2kg 平方センチメートル前後、下限部分が 0kg 平方センチメートルを示している場合が多いとされている。現在使用されている油圧計は大きく分けて機械式と 電気式に分類される。両者の大きな違いは、メーターが油圧を機械的に読み取るか、油圧センサーを介して電気的に読み取るかである。機械式油圧系は、メーター内に直接オイルを引き込んで油圧を表示する形式である。メーターまで直接オイルラインを引く必要があることから、配管の設置に手間がかかる欠点はあるが、電気式に比べて安価なため、 現在でも廉価な社外油圧計などに採用例が多い。電気式油圧計は、潤滑系統に備えられた油圧センサーの圧力値の上下動によって、電気式メーターに潤滑油圧を表示する方式である。現在の車両に備え付けられている油圧計はほぼ全てこの形式であるが、純正の油圧計では、油圧の数値を直接数値的に表示するものは少ない。また、 油圧計の代わりに油圧喪失を示す油圧警告灯で代用されている車種も多い。油圧警告灯はダッシュボードのメーターパネル内に他の警告灯と共に備え付けられている。日本車においては純正装備の油圧警告灯は潤滑油がほぼ失われた状態に陥らないと点灯しないものが多い。そのため油圧警告灯が点灯した時には潤滑油が 全喪失している可能性が高く、かつエンジンに重大なダメージを与える可能性が高いため、油圧警告灯が点灯した場合は、速やかにエンジンを停止することが望ましい。社外品の後付けメーターにおいては、油圧センサーの抵抗値をより厳密に数値的に表記するものも存在する。これは、こうしたメーターを利用する車両のチューニングの 進行度合いや走行状況の変化により、油圧が大幅に低下する事態をドライバーが早期に察知する必要があるためである。油圧系は各種契機の中でも純正採用が最も遅かった契機の一つである。これは油圧そのものはあるかないかだけが本来重要視される項目であり、一部のスポーツ車種を除いて正確な数値を表記する。 必要性があまりなかったことに起因する。そのため、純正系機では、ほとんどが、油圧系黒糖のみが装備されている。現在でも一部の車種を除いて、油圧系そのものを純正で採用する車種は少なく、油圧系を利用するにはもっぱら後付けメーターによるところが大きい。当然ながら、油圧系は、法律上必要な装備とはされておらず、油圧系の有無や、 動作状況に関わらず、車検に影響することはない。モータースポーツ競技においては、油圧の変化は、エンジン出力の低下や、エンジンブローなどを招く重要な要素となる。また、車両の改造度合いによって、潤滑油の性能や粘度が、大幅に変化し得る、環境下にあるため、現在のオイルが、エンジン性能に対して適切であるか否かを知る、意味でも、 ある程度正確な油圧計が必須となっている。競技における油圧計のもう一つの側面として、潤滑油の性能を測る意味合いでも用いられる。性能の低いオイルの場合同じ走行条件でも、早く油圧が低下する傾向を示すため、より良い潤滑油を選定する意味でも油圧計を装着する意義があるとされている。ありがとうございます。